皆様新年明けましておめでとうございます。ご紹介いただきました次の宮崎雅久です。今日は多くの県民の皆様、そして関心を持っていただいている皆様に、こうやって、夕刻の皆様大変お忙しい時間に足を運んでいただきましたこと、本当に心から感謝を申し上げるものでございます。今日多くの弁士の皆さんが登壇をされます。さまざま県議会の最前線で議論を張っていただいていた皆さん、そして各市町村の議会で最前線で議論を張っていただいた議員の皆さん、またいろいろな思いからこの場においてその思いを県民の皆さんに伝えてくださる皆さん、たくさんいらっしゃいますので、多くを私が冒頭で申し上げることはいたしません。私が一言だけこの県民投票の関係で申し上げたいことは、私は直接民主制的な制度を規定するつもりは全くありません。県民が住民が自らの意思を表明をするということは尊いことであります。そのこと自体認められることはあっても、その制度自体が否定されるべきということはもう私は全くないと思います。ただ今回の県民投票についてこれからさまざまなご指摘があるでしょう。私一つだけ申し上げます。少し想像力に欠けているところがないでしょうかと言いたいんです。もしあなたが普天間飛行場の近傍に住んでいて、日々その騒音であったり危険性であったりいろいろなものに悩まされているとした場合に、今度このことに関連する、つまり普天間飛行場の危険性除去に関連する、まあそう書かれていないんだけど、投票が行われるという時に、自分はこの騒音であったり危険性の除去を実現してほしいと思っているという多くの市民県民の皆さんの立場に立って想像したら、このような投票したら普通考えたらですよ、まあ、反対が多数になるであろうことは想像できるわけです。反対が多数になったときにどういう方法でいつまでの期限で普天間飛行場の危険性除去を実現するのかいうことを示していただいた上で、賛成の場合はこういう方向が考えられます、反対が多数になったときはこういうことが考えられます、その上で皆さんの意思を表明してくださいということであれば、まだこの投票に向けてそれぞれがさまざまな思いやさまざまな立場から意見を巡らすことはできると思います。ところが反対が多数になったときに、いかなる方法によっていつまでの期限で普天間飛行場の危険性の除去をするのかということについて具体的な説明がないわけです。そうすると日々その騒音であったり危険性であったりこういったことに苛まれている同じ県民、同じ内南地として私はどういう立場に置かれているんだろうと、この投票に対してと思うと思います。この想像力を持ってご自身の知事さんも含めて政治的にいろんな立場があります。それぞれの立場で自らの立場に従った主張をするのは別に規定されることであります。ただ異なる立場にある、異なる考えにある人の思いに対して想像力を働かせて、それに対してどう答えを示していくかというのもまたこういった政治行動の一つの責任だと私は思っています。条例上の問題、法令上の問題、いろいろあると思います。ただ私は皆さんにトップバッターでありますので、冒頭お伝えしたいのはこういった寄り添う思いのようなものを失っていないか、今回の県民投票はと
というふうに思っています。この後多くの米士の皆様からいろんなご指摘があるでしょう。どうぞ皆様耳を傾けてください。そしていかなる立場であっても結構でございます。投票することに賛成反対、投票するときに賛成反対いずれに投票したいと思っているいかなる立場でも結構であります。ただ皆さんでこのことに対するその問題の本質を共有して共に考える、そんな時間を過ごさせていただければと思っているところでございます。今日は私冒頭でご挨拶をさせていただいて、実は国会活動が始まりますと、実はもう私は平日はずっと東京におりまして、土曜日日曜日しか沖縄に帰ってこれない意味でありまして、今日も会合を回らせていただかないといけないという意味でございまして、大変皆さんがお時間をいただいている中、本当に失礼な話でありますけれども、お駐座をさせていただくことになります。お心をいただいたことを心から感謝を申し上げて、冒頭弁士としてマイクを持たせていただいたことに感謝を申し上げ、マイクを置かせていただきます。どうぞ皆さん今日一日いい時間を過ごしてまいりましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。ただいま紹介いただきました辺座忠夫と申します。日頃からあまりいい子じゃございませんけれども、お正月の酒飲みすぎたせいか喉を完全にやられております。しばらく長踏んだということのようですから、ご了承いただきたいと思います。私は元っていう紹介ですから現役ではございません。なんで私がここにこの縁なに立ってんだろうと、自分でも思うわけですけれども、なんといってもこの県民投票元の話はやっぱりなんといっても宜野湾市民の安全を守らなければいけない、今宜野湾市民が置かれている立場がどういう状況かっていうのはもうこれまで多くの皆さんが変な報道もいっぱいありますけれども、誤解されている部分もありますでしょうけれども、この状況はやっぱり放置していることの方が問題なんです。で、誰が放置しているのかというと、沖縄県の代表である県知事というのがわけのわからない人が知事になったために、宜野湾市民も10万人になろうとしているんだけれども、まるで宜野湾市には県民がいないのかのような扱いをされてしまっている。これには腹が立ってしょうがない、こういうことを許せないなと思って、私は日々、オスプレイはね憎たらしくないんです。県知事っていうのはやっぱり県民のね生命財産を守ってくれるっていうのは当たり前のことなんです。県民の利益を優先してこれを民主的な方法で守ってくれなければダメなんです。オスプレイは日米安保条約のもとに普天間に配備されているわけなんですけれども、できれば飛んでもらいたくない、だけれども日米安保条約は必要だ、それ考えると私は一定の基地っていうものは戦後間もない頃作ったような基地のあり方は困るけれども、一定の基地っていうのは沖縄には絶対必要だと思っております。だけれども沖縄県民は左の皆さんが多いのかなんか分かりません、左の新聞に、おもんばかっているのか分かりませんけれども、なかなか基地について基地は必要だという皆さんがほとんど声がないんです。だけれども限りなく大きな基地は欲しいということは必要ないかもしれませんけれども、先ほど申し上げたように一定の基地は必要、私はそういうふうに思っております。普天間飛行場、我々は反基地運動で土下したいと思っているわけではありません。基地の中心にあるわけですから、いざ何かあったときには大変なことが想定されるということで、やはりより安全な場所に移ってもらいたい、移ってもらいたいっていうのはよく反対をしている皆さんはどういうことを言っているかと言いますと、県内移設だから反対だということを当初は言っておりました。
それがどんどんエスカレートして、どこへ持って行ってもダメだということなんですよね。彼らは反対がための反対をしているわけですからダメなんです。陸上で作ると言ったら普天間のたらい回しになるというし、海の方に沿岸で作ると言ったら、これまた今ご案内の通り自然保護団体みたいなことを言って、ウミガメだ、ジュゴンだと言っていろんなことを言ってます。これ反対のための反対ですから、こういうものにはごまかされないようにしていただきたい。私は今日はいろいろ勉強してきましたけれどもね、一番今回の県民投票に大事なところ、マスコミ報道でも報道されてないのは何かと言いますと、条例からスタートしてるってこと。この条例からスタートして、条例だからこれを守らなきゃいけない。首長は、このトップの首長はこれ義務なんだと、そういうようなことを言って、まあ、私から見たら恫喝をしているようなもの、直接請求をしてお願いをして、やっと条例ができたという形の皆さんが各組長のところに行って、特に宜野湾市には勧告まです。石垣では要請をするという、いろんなところで言葉を使い分けている。でこの責任者は何かというと市民だということですけれども、当然認められているから市民ではあるでしょうけれども、こういう言葉を使って、この本山っていうのはお分かりの皆さん多いと思うんですけれども、去った、安保法制の時に国会前で、いろいろ暴れ回ったといいますか、騒いだ皆さんのリーダー的存在の男なんですよね。でこの男が今回これを代表者になって請求をしたという、これ自体が県民を騙しているということだと思います。これはまともな市民でありません、活動家であるわけですから。この活動家というのは私でさえも分かるわけですから、ましては県議会の議員であったり行政のおる皆さんならば、さらに情報は私よりか多いはずですから、こういうものを持ってまともな市民じゃないものを直接請求を受ける、まあルールにのっとって請求してるから、これは議会に上がるのは勝手だけれども、県議会の方でこういうような多くの署名が集まったからといって条例になじまないといいますか、条例事項でないものをなんで周知、そういうものを取り上げたんだろうかなと。本当は継続審査をして内容が分かればずっとほっといて期限切れにしてしまえばよかったんですけれども、これさせなかったのは与党という数の多さでもって何でも大通りするという状況を今県議会の方で起きている、これが一番の問題だろうと思っております。先ほど来時間のことばっかり言われていろいろ話したいところがあるわけなんだけれども、今回大事なことは、こういうものに惑わされることなく堂々と、憲法違反であります、この条例は。条例は憲法違反、要するになぜかというと西米安保条約を否定してるんです。西米安保条約があるから基地があるんです。基地を作ることは日本政府の義務なんです。こういったところを無視してやってるということは許されることではありません。日頃は憲法擁護の皆さんのはずが、今回に限ってそういうことを言ってる、これは許しちゃいけません。これ以上続けたらきっとこれからお呼びがかからなくなりますから、この辺りでとどめておきます。ありがとうございました。はい、皆さん、太郎先生ありがとうございました。まず最初に沖縄県自民党県連会長照屋盛幸様ですが、県連会長としてのお仕事が入り、この集会の参加が不可能となりましたことをご報告させていただきます。続きまして沖縄県議会議員
又吉正義様、お願いいたします。皆さんこんばんは。まず新年ですので、新年明けましておめでとうございます。県議会議員又吉正義ですが、ちょっと手違いで最後にやろうねということだったんですが、初めになってしまったみたいですね。最後の方がもっと楽しい話がいっぱいありましたが最初のあまりネタを話すと後で大変になるかと思って、最後に話した方が楽しいのかなと思ってましたが、先ほど今変な佐藤先輩からやりました、この県民投票条例についてなんですが、私も議会で初っ端から反対をしている第一人者です。もう理由は至って簡単です。もう難しくは申しません。本当にこの県民投票条例って作って何するのということです。基地問題が一歩でも前進するの、一日でも早く解決するの、こういった策あるのと全く何もないんですよ皆さん。だからダメなんですよ。本来の県民投票の目的というのは、やはり県民の意思を取って何をするかという政策に生かしていかなければならないんだけど、先ほどベンチの方からもありました、政治活動をしている活動家の皆様方々のためですね、活動に利用するためにやっているとしか思えません。だからダメなんです。そしてじゃあ条例ともどうなるかというと、したたか違反しております。新聞はそんなことを一切言いません。出入りですよ。はした、こんないい加減な条例がよく通るねって。本当ですよ。私も48名の議員の中で取り上げたのは、真っ向勝負者の私一人でしたけど、ほとんどはもうオウム返しの返答だけです。そして、それともましてですね、とっても呆れるのがありますよ。この基地問題の解決する大きな趣旨目的を持っているはずのものが、実際はそれをもう一切持ってないと。自分たちの活動家が活動するための活動の具にしようというのが私は筋だろうと見ています。もう聞いてて情けないのがですね、この福知事がおっしゃっておりましたよ。11月には安倍そして官房長官と集中講義にしたと。中身がとってもいい加減、私はあまり飽きて聞きましたよ。皆さん本当に集中講義ってこんなバカな実際のこと、議会の中でどんなバカな人生かというと、辺野古を埋めるのに13年もかかるから、こんな長いものではダメだと言うんですよ。13年余りもかかると。何バカなことが言ってるかと、あんたがなんか邪魔してすでに20年もかかってるんだよと、これが13年でできるんでいいんじゃないかということを言いました。そしてもっと反対のことを聞いたのはね、皆さんが邪魔して13年かかるならば、皆さんが協力したら何年でできるか考えたことありませんかと聞きました。こんなことは一切考えることはありませんって。皆さん信じられますよ、ね、協力したら何年でできるか、せめて協力しなければ法的ある手続きを法的のままで進めたら何年でかかりますかと聞いたら、いやそんなことは考えません、邪魔をして遅らせますと。これを本気で言うんですよ皆さん、信じられますか。そしてそればかりじゃないですよ、予算も2兆円もかかるからダメだと言うんですよ。あんた方ね、宜野湾市民の近隣調査の人口は約25万人いるよと、人の命は地球より重いと言ったら、皆様が2兆円もかかるからやるな、予算がかかりすぎ、人の命を何だと思ってるかって言ったら、いえいえ金銭的な問題は言ってないですよと。信じられますか皆さん。これが県民投票を進めている皆さん方の本じゃないんですよ。でも残念なことに議会新聞記事には一行も出ませんから皆さん。私の県民投票条例のやり取りを新聞記事で見た人は誰もいないと思うんですよ。一行たりとも出ません。これはこういう本当に信じられない出来事を県は進めているということです。そしてこの県民投票条例の中で、本来ならば施行するには
条例を作り、規則を作って、規則の中でやります。議会中で、はい、規則出しなさいと言ったら、すみません、規則、まだ手つきたりませんと。規則も作ってないんですよ。規則は作ってないけど、市町村には、やれやれ、いつやれやれ、こうしろ、ああしろとも言って歩いてるんですよ。規則ができたのは、私に指摘されて、12月14日にできました。これが現状です。しかし、こういうのも全く新聞にありません。一番よく知ってるのは新聞ですよ。マスコミですよ。こういう中身を。そして、私たちは、この県民登用条例で、私は非常に、まあ、運がいいといえばよかったかもしれませんね。こんないい加減なことが起きてるのという情報を、ちょっと、はい、聞いてたもんですから、何かと言いますと、県民登用条例を、否定しようとしている市町村組長に関して圧力をかけてるよということを聞いてたんですよね。そしたら皆さん、あの後で問いた議員からおりますが、私がやるその朝の八重山日報を見たら恐ろしい圧力でしたよね。一旦若党目三年チャレンジ若党レアンジ市議会で集めてこんなことを平気で言ってるんですよ。平気で。そしてこれ今日も続いてるということをしててくださいよ。今各市町村組長反対、自分はできないと意思を上司しております。その中において反対派の皆さん、県民投票を知らされている皆さんの圧力すごいですよ。各組長あって、いや3年若党おれやんじ、賠償責任するの若党おれやんじ、若手や2層おれやんじ、全員こんな捨てセリフですよ。皆さんもう圧力団体ですよ。そこには中立公平公正全くないですよ。全くないです。ですから我々今大事な政治の戦いをしているというのをぜひ皆さん頭に入れてもらいたい。大事な政治の戦いをしております。ですから我々が本日このお集めいただきました皆さん、今後ですね、こういう集会を持ちながら、異論会を持ちながら、しっかり意思表示していきましょう。彼らは知ってるんですよ。一体何のならんのうちないらしいのあるんち、はなからそう思ってますよ。新聞も記事何書こうが、一択の犯行の裁判の一択どうなる場合です。わたかかなんのです。だから皆さん、そろそろ本日ここにお集めいただいた皆さん、もしよければ名前を書いていただいた皆さん、ぜひ私が連絡をいたします。一生上司で皆さん立ち上がりませんか。このままでは大きなダメになりますよ。よろしくお願いいたします。以上です。皆さん、こんばんは。こんばんは。ただいまご紹介いただきました宜野湾市市会議員をしております小屋仁志でございます。本日はこのように登壇をさせていただく機会をいただきまして、主催者の皆様はじめ関係各位の皆様にまず御礼申し上げます。ありがとうございます。私は宜野湾市議会で昨年県民投票条例に対する反対の決議をさせていただきました。そのことについてお話をさせていただきたいと思います。昨年の12月4日宜野湾市議会12月定例議会の冒頭でございます。私ども県民投票の条例に関しまして、辺野古米軍基地建設のための埋め立ての賛否を問う県民投票条例に反対し、1日も早い普天間飛行場の危険性の除去および閉鎖返還を求める意見書を与党賛成多数で可決をさせていただきました。本日この会場にも私も絆会クラブの辺田武議員、そして伊佐文孝議員両名も参加しておりますので、どうぞ皆様お二人にも拍手をお願いします。ありがとうございます。まず私は意見書作成の前段階といたしまして、10月31日に、県がこの県民投票条例を公布しました。すぐに県のホームページから条例の中身を知りたくて、ダウンロードして、一読しましたら大変驚きました。まずこれが第一印象でございます。そして本日ご臨席の又吉正義県議会議員、そして先ほどの宮崎正一代議士より、私ども会派で勉強会をさせていただきました。大変分かりやすい説明をしていただきました。改めてお二人にも感謝を申し上げます。ありがとうございます。県民投票条例に対しまして、
私は日頃から支持していただいている方、そして宜野湾市民の皆様に、まずはこの県民投票条例、どのようにお考えなのか、まずはそのことから始めさせていただきました。昨年の11月17日に私の議会報告会並びに激励会を開催させていただきまして、参加した皆様に県民投票に関しまして、賛成ですか、反対ですか、分かりませんという、私は3択のアンケートを問わさせていただきました。そしてまたそれだけでは不十分かと思いましたので、会合ですとかあるいは個別に話を聞かせていただきましたところ、実に 95% の方が反対をしてくれという力強いメッセージをいただきました。私はありがとうございます。この11月の中旬にこのように市民の皆様や支持をしてくれる方が反対をしてくれという意思をいただいて、大変心強く、そしてまた力強く、ぜひともこれは議会でこの意見書を通すべきだということを確信を持ちました。その後、与党市議会派絆クラブ、そして私どもの絆輝きクラブで一致して、これは議会で意見書を提出しようということになりました。区長、私がその意見書の案を作成をさせていただきました。その後、全員でもって文言調整を行いました。県民投票条例に反対の意見書を作成する点で一番困ったのは何だと思うでしょうか。一番困ったのは反対する理由が多すぎることでした。あまりにも反対する理由が多すぎるので、これをうまくまとめなければいけないなということで考えました。じゃあ何をポイントにするのか。それは一つ目は、宜野湾市民の気持ちをしっかりと代弁をすること。そして二つ目は、一人でも多くの議員がこの意見書に賛同をいただくこと。市議会の賛同がなければこの意見書は可決できません。予算に対しても反対することはできません。ですから宜野湾市議会の皆さん、多くの議員に賛同していただきたいということで意見書の作成をさせていただきました。県民投票条例に反対する一番の理由は、普天間飛行場問題の原点でございます危険性の除去に関しまして全く触れておりません。宜野湾市のど真ん中にあります普天間飛行場の事故の不安や騒音問題など、宜野湾市民が長年苦しんでいることが、宜野湾市民が置き去りされているのがこの条例でございます。大変腹が立ちました。また宜野湾市民は普天間飛行場の移設先がキャンプシュワブ辺野古先と決まった時から賛成という意見も多かったんです。ただ賛成というと宜野湾市だけ良ければいいのかと、そういうふうに言われました。反対というと肯定化の声が聞いて大変不安な思いをしております。ですからこの日の県民投票は市民の意思を反映をしません。善良なる市民は本当に苦しんでおります。玉城知事におきましても、皆さんもよく覚えております、12月15日土砂が投入後に辺野古に行きまして、反対派の署になって活動しました。県民投票の条例第11条にはこのように書いております。この県民投票、知事は賛否を問うために公平中立な情報の提供をしなければならない、広報活動をしなければならないということを条例に謳ってあるにもかかわらず、条例を制定した県知事がこれを守っていないどころか破っているのが現状でございます。このような条例に賛成は絶対にできません。いかがでしょうか皆さん。そのことをしっかりと分かっていただきたい。そしてまた県民投票を推進すべきの県の職員が新聞に投稿ございました。辺野古と普天間は切り離して考えるべきだとか、普天間の固定化はありえないだとか、一体全体何の権限を持ってこういうことを言うのか、本当に怒り心頭でございます。この件に関してはぜひとも県議会で厳しく追及をしていただきたいと思いますので、ぜひともお願いいたします。このようにもうすでに破綻をしている県民投票条例、我が宜野湾市の松川市長をはじめ、石垣市の中山市長、宮古島市の下地市長、そして沖縄市の久我市長、そして宇美市の島黒市長も今保留でしてございますが、
やがてこのように県内全域で反対の波が上がってくるものだと感じております。私も微力ながら一生懸命に皆様と共に頑張ってまいりますので、ぜひともご支援そしてご声援賜りますようよろしくお願いいたします。ご清聴いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございます。会場の皆様こんばんは。ただいまご紹介いただきました石垣市議会議員の大戸井田俊と申します。今日はこのような場にですね、お呼びいただきまして誠にありがとうございます。今回の県民投票、昨年10月の17日に県内を他市町村先駆けて石垣市議会が反対の意見書を可決をさせていただきました。それ以来現在に至るまで県民投票反対のうねりが起きておりますが、その震源地と言われて多くの方々から批判をされたり、マスコミで批判をされたり、また激励もいただきました。現在こういう状況になっているわけなんですが、今日は県民置き去りの県民投票というタイトルなんですけれども、この県民投票を調べれば調べるほど県民置き去りどころかですね、県民を欺く県民投票であると言わざるを得ません。昨日石垣市中山市長県民投票に不参加を正式に表明をいたしました。現在宮古島市、宜野湾市、沖縄市、そして石垣市が不参加を表明しているわけなんですが、市議会の方で先に反対の意見書を可決をしてここに至った理由としてですね、どうも石垣市は沖縄県からも見放されてるんじゃないかなと。昨日やっと副知事が来られました。で、中山市長も早く態度を表明したかったんですけど、県から何も来ないのでどうしようかなと悩んでいる中で、やっと副知事が来てくれましたので、副知事のお話を聞いて県民投票の不参加を正式表明をしたという状況でございます。この県民投票の問題点、先ほど来ベンチの方々おっしゃってますけれども、私は一点これを強調しておきたいと思います。今回の県民投票、沖縄県は県内各市町村に地方自治法で定めております条例による事務処理の特例第252条17の2というものを盾に県内各市町村に事務処理を移譲するということで、権限を移譲する、権限というか事務処理をしてもらうということをしています。このまず一つは条例による事務処理の特例、権限移譲なんですけれども、この法律何度読んでも、また所管する国の省庁、総務省や内閣府、そのあたりの解説等を見てもですね、今回県が行っていることはこの法律の趣旨を全く逆手にとって悪用していると言わざるを得ません。この権限の移譲というものは、例えば都道府県が持っている権限、例えば農林の除外であったり、福祉やまちづくり、都市計画、そういったものを沖縄県、県、都道府県が持っているものを現在の地方分権の流れの中で市町村、基礎自治体が移譲した方がスピーディーに解決をできるという趣旨のもとに、この権限の移譲の法律ができているわけなんですけれども、ここでおかしいのは、本来は基礎自治体、市町村が都道府県に対してこの権限を移譲してください、この地方分権の流れの中で出来上がった法律にもかかわらず、沖縄県がやっていることは沖縄県が決めたから市町村を従いなんですよ。彼らはいつも国は強権的だ、国と地方は対等だということをいつもおっしゃるんですけれども、今回の件に限って言えばですね、その言葉はそのままお返ししますと。あなた方がやっていることはとても強権的で、この地方分権の流れを無視したありえないことをやっているんですよ。そしてもう一つ、
この条例を制定して、市町村に自治体に事務を委託する場合にですね、あらかじめ市町村長と協議をしなければならないと定められています。法律にきちんと沖縄県これ一切やってません。石垣市担当者総務部長に確認をしました。石垣市長にも確認をいたしました。協議を行われた形跡は一切ないということをおっしゃっています。しかしながら石垣市議会が沖縄県に行った時にですね、県の担当者は協議をしましたと嘘をついたんです。協議をしてます、マスコミテレビの前で協議をしました、整えてます、はっきり嘘をつきました。このような状況でですね、やはり民主主義だ、法律を守れ、違法だ、うんぬんだと言っているこの沖縄県、そしてこの沖縄県を後押ししている県民投票の会、今日は御殿場代表が来られてますけども、この県民投票の会やっていることはこういうことなんです。ですから直接民主主義を私たちは否定しません。しかしながら直接民主主義をやるに値する手続きさえ取られていないというのが今回の県民投票です。市町村を無視して強権的にもう知事選で勝ったからもう傲慢になってたかが外れてやりたい放題やっている、こういう県民を欺く県民投票、ぜひ今日お越しの皆様、ご家族や友人知人、また職場の仲間の方々にこんなにおかしいんでこの県民投票ということをぜひ訴えていただきたいと思います。そして福山飛行場の辺野古の施設の問題、これは一つは安全保障の問題でもあります。今回県内市町村一番目に意見書を採択したのが石垣市議会です。自治体として最初に不参加を表明したのは宮古島市です。この2つの先島の市、尖閣諸島を目の前にして今最も中国の脅威に対面しているのがこの先島の市です。同じ沖縄県です。あさって1月14日何の日かご存知でしょうか。あさって1月14日は尖閣諸島開拓の日記念日でございます。石垣市が条例で定めました。1895年に明治政府が尖閣諸島を領土として編入した日でございます。今この日も今もこの時も尖閣諸島では海上保安部がしっかりと領海を領土をしっかり守っています。そういうところに立たされているのも先島の市ということもご承知いただきまして、このおかしな県民投票、皆様のお力でやらない方がいいですよね。やらない方向に向けていただきたいと思います。はい、そういった主委員様ありがとうございます。これで皆様こんばんは。非常にお忙しいこの週末にこれだけの皆様がお呼びくださいましてありがとうございます。実は先ほどちょっとお伺いしたらもう300人を優に超える皆様がいらしてて、これ県民で投票、県民大会ですねの主催者発表、これ新聞がよく発表するんですが、それでいうと今これ3万人クラスそれぐらいなんです。ありがとうございます。ですが僕も今日ですね登壇させていただくにあたって一緒に登壇させていただくこの皆様 のメンバーをちょっと拝見してですねものすごいびっくりして、でしかも本当に何て言うんですかね、心を一つに実はこれも去年ですね、まあ、いろいろ議論のあった知事選あと市長選といろいろ続きましたけれども、去年の秋から実はこれはもう初めて、この保守側と言われる皆さんがですねいろんな主義主張がある中で心を共にしてですね一緒 の目標に向かってこうやって心を合わせる非常に素晴らしい機会だと思って僕もワクワクして今日やってまいりました。張り切って散髪してきたくらいです。でですね実はちょっと僕は県民投票っていうのはこれはもう政治家の皆様がですねいろんな技術的な話をされますから、僕はもう詳しいことは僕の方からこういろいろ皆様にお伝えするということはないと思っておりますけれども、
少なくとも僕が自分の目線でですね、おかしいと思ってるということがいくつかありまして、でそれはやっぱり賛成か反対かというこの二択ですね。これは実はもうほとんどいろんな形でですね、それなりの基地被害というかですね、まあ、それは騒音だとか渋滞だとかですね、またはその墜落の危険性だとか、これは別に保守であろうが革新であろうがですね、右左関係なくいろんなまつわるそのこう影響というのはあります。でそれに対して賛成か反対かってこう二択でですね、県民を分断するということは絶対に僕はあっちゃならないことだと思ってます。で第三のですね、選択を自民党の県連でもですね、まあ、県議会で、この、まあ、いろいろ提案をしたわけですけれども、それを聞いてもらえずにですね、そのまま押し切られたわけですけれども、僕は第三の選択があるとすればですね、これは県知事のですね、玉城知事のリコールだと思ってます。実はこれは本当に現実的でですね、これはもうワンイシュー、つまり一つの争点でここまでやってきたわけですから、もう明らかに本人が政治生命をかけて戦っていることであります。これを否定されたとなればですね、もう彼の知事としての存在意義はもうほとんど薄れてしまう、もうなくなってしまうことですから、僕としてはですね、本当に第三入れてもらうか、またはですね、もうこれここまで、もう沖縄県内の市町村がですね、もうやらないというところまで来てるわけですから、もう無理してですね、これなんかこう半分の民意みたいなものを証明しなくても、もうほとんど3分の1の有権者の3分の1が取れればいいぐらいのですね、もう妥協に妥協を重ねたなんか民意みたいなものを捏造しようとしてるわけですから、もうここまで反対されたのであれば、知事ご自身がですね、辞職をして、それ出直し選挙をしてですね、それで民意を問えば済むことです。おそらくですね、今県民投票に反対を表明されている自治体の皆さんも県知事選ならですね、進んで協力してくれると思うんですね。であとですね、ちょっと僕がやっぱり解せないのが、もう一つものすごく大きな問題が、やっぱりこの埋め立て、まあ、今回国策でありますから、この国防というのは県民投票で決することではないわけで、でそのために埋め立てというものすごい姑息なところに終点を当ててですね、でそこに、サンゴを守れとかウミガメ守れとかジュゴン守れとかいろいろ感情的に煽ってですね、事情を知らない人たちがどんどん署名をして、とうとうトランプ大統領にそういう書面が送られるようなことになるということになってますが、僕から言わせるとですね、埋め立てを争点にするならそれはそれでいいでしょうと、でもそれをするなら那覇空港はどうなんだっていうのはもう結構保守側で言われていることです。でそれに対して一切納得のいく答えがない。で、実際、彼らの中では、良い、環境破壊と悪い環境破壊がある、良い埋め立てと悪い埋め立てがある、殺して良いサンゴと殺していけないサンゴがある、殺して良いジュゴンと殺していけないジュゴンがいるんだと、こういうね、差別をやっていいんでしょうかと、で僕は本当にものすごくシンプルに単純に考えたときに、もう本当に県民投票やるならやるって僕はいいと思うんですけれども、本気でやるなら県民投票のなんかこう県民投票ではあんまり効果がないから、ごめんなさい、県民大会ではねあんまり効果がないから、県民投票という形にして少しこう公的な、なんていうんですかね、信頼というか、コンセンサスを得てですね、それでこう日本政府に対してこう戦っていこうというような考えを持っての判断だと僕は思いますけれども、僕は個人的にこういうことをやっぱりそこまで考えるならですね、とにかくこの、まあ、県民なんていうんですかね、投票自体をですね、もともと、ごめんなさい、ちょっと今ね、話がちょっと飛んでしまってね、申し訳ない、まあ、どちらにしてもですね、ちょっとやっぱりここにものすごく大きなメッセージをですね、
示す良い機会だと僕は思っております。でそのためにも皆様今日ご登壇いただいた県議あと市議の皆様本当に今皆様のお力添えが必要です。でまたこれからですね、県議は圧倒的な少数といってもおかしくありません。県議会においてもとにかく一人でも多くの県議をですね当選をさせてどんどん送り込んでですね沖縄の正常化のためにぜひお力を貸していただきたいと思いますのでこれからよろしくお願いいたします。与田健太さん、ありがとうございます。皆さんこんばんは。そして、新年明けましておめでとうございます。今日はね、すいません、散髪行ってないんですけど、まあ、3万人ということでね、もう今日は2階席までね、埋まって、すごいですね。まあ、こういう集会はですね、何がいいかっていうとですね、一つね、よく皆さんがテレビとか新聞とかで見る、なんとか県民大会と違って、後ろの方にとかね、赤い上りがね、立ってないんですよ、ね。そうでしょう。これ組織動員というわけじゃないんですね。こういう SNS とか、まあ、中村悟さんたちが発信している情報、まあ、もしくは、はがきとか電話で呼びかけて、皆さん集まっている。それぞれの意思で集まっている、労働組合の組織動員とかそういうのじゃないんですね。ほとんど皆さんね、お互いの顔を合わせて、まあ、よくこういう集会に来る人たちはお互いの顔を知っているかもしれませんけれども、まあ、ほとんどの方はお互いの顔の名前もどこの組織の人かもわからないですよね。組織動員じゃないからですよ、これ、ね。で、向こう側さんのね、なんとか県民大会とかね、ああいうのを見ると、まあ、赤いのぼり立ってますよね。で沖縄に関してはね、びっくりすることでね、極左暴力集団で角丸張って堂々と旗が立ってるじゃないですか。そんなのはないわけですよ、こっちはね。まあ、JR ローソンとかね、旗立ってるじゃないですか。沖縄に JR あったっけみたいなね、まあ、そんなものをですね、まあ、こういう、まあ、例えば我々よく SNS とか最近使いますよね、まあ、年配の方でも最近使ってる方がいるんですけれども、まあ、そういうのがねやっぱバレてきてるわけなんですよね。いろんな人に、これ全国的にそうなんですけども、別に沖縄だけじゃなくて、まあ、反原発集会なんていうのは東京であったり、安倍、やめろ集会みたいなのね、国会前でやってますけど、ああいうのもね、やっぱり上りが立ってますよね。まあ、組織動員で、何万人集めても、まあ、それ自分たちの意思で来てるのかって思いますよね。まあ、それはね、中心人物は自分たちの意思で積極的に、参加してるんでしょうけれども、まあ、ほとんどの人はね、組織動員で、まあ、やや、まあ、どちらかというと、高齢な方が集まりと。で今日はこういう週間ね、まあ、平均年齢、まあ、20代後半ぐらいの人たちが集まってるんですけれども、まあ、そんな感じで、やってます。でちょうどね僕皆さん先生方今後また登壇させる先生方何名かいらっしゃるんですけども、ちょうど私真ん中なんで、まあ、あんまりその難しい内容とか触れません。まあ、ただ何点かね、ちょっと気になった言葉はあったりするんで、ちょっとお話しさせていただきますけれども、まあ、県民投票とかね、そういうものにね、税金使われるわけじゃないですか。でも、まあ、普通に考えてね、沖縄が抱えてる問題っていっぱいあるわけなんですよ、ね、貧困問題とかあるじゃないですか。でちょっと最近気になってるニュースがあって、今日の本数字とは違うんですけども、ちょっと情報として皆さんの頭の片隅でも入れておきたいんですけども、長年ですね、沖縄の子どもたちの学力っていうのが最下位でしたよね、ずっとね。これ3年前までなんですよ。2015年の小学校の学力テストっていうのが3年前まで、まあ、全国最下位。それも47都道府県中47位の46位の高知県に3ポイント差も離されて最下位だった。ダントツで。で、3年前にですね、まあ、学校の先生たちとか、まあ、いろんな政治家の先生たちとか、まあ、一緒になって
沖縄の子どもたちの学力を上げようということで、努力をしてきて3年前にですね、ようやく27位まで上がったんですよ。で、今の沖縄県の小学校の学力レベルというのは、全国平均をやっと上回る状況まで持ってこれたんですよ。これすごいことなんですね。で、3年前に、小学校6年生だったその子たちは今中学校3年生です。で、その中学校3年生の学力テストのレベルってどうなってるかというと全国最下位なんです。おかしくありませんか皆さん。3年前に小学校6年生でね、いいところまで学力向上したのに、中学校入った途端にもう最下位です。こんなことになってるんですよ。せっかくね、優秀な子どもたちが例えば今中学校3年生になって、また3年後には高校を卒業して、もう早くは社会人になるし、進学する子もいるんですけども、もうすぐ数年後には優秀な人材が社会に出るはずなんだけれども、なぜか中学校でそんなことになって、こういうことがありますよというところで、ね、ちょっと頭に入れといてください。こういうのでね、沖縄だけじゃない、その子どもの学力、ね、学力っていうのは社会の、ね、貧困とか離婚率に相関してるんで、結局学力を向上させないと貧困っていうのはずっと続くんです。沖縄の県民所得っていうのは上がらないんです、ね、そういうことを踏まえて、ね、今後選挙もありますし、またそういうところも力を入れてほしいと。こういうね、県民大会とか、ね、県が先頭に立って自己満足のためだけのね、こういう政治活動をする、税金を使う、そういうことでね、本当に反対ですよ。その学力テストに一つ、教育の問題一つ取っても反対です。そんなことにお金使うんだったら、子どもたちの教育に使ってくださいよという。そうでしょ。さっき変田先生も話したんですけど、まあ、そのね、埋め立て問題に関して、その事故とかね、そういうのに惑わされるなっていうお話ありました。ただ、向こうさん側は使ってくるわけなんですよ。ね、向こうさん使ってくるでしょ。けど、こっち側の反論って何もないんですよ。どうすんのっていう。ジュゴンは沖縄にいるのいないの、いるんですよ。ただ辺野古にいないってだけでね。まあ辺野古の工事が始まる前はね、散々ね、ジュゴンが流っていうね、目撃情報があってあったんですけどね、急に工事が始まるとなんかジュゴンが見当たらないとか言い出してですね。まあ、そういうものに惑わされないようにしてくださいということでね、時間が来ましたんでね、今日最後まで皆さん、私話を終えますけど、最後までゆっくり話聞いていてください。今日は皆さんありがとうございます。ありがとうございました。皆さんこんばんは。今日は持ち時間がですね7分ということで、普段からですね、滑舌が悪いんですけども、早口で喋りますので、ぜひ耳をかっぽじいて聞いてください。はい、今日はですね、県民投票の話は、政治家の皆様にお任せしまして、私の方からは日本精神と量子力学という話をします。これは何かと言いますと、量子力学と言いまして、今、現代のですね、最先端のテクノロジーの話なんですけども、皆さんが今、多分お持ちのですね、PC やスマホ、すべてデジタル機器、この量子力学に基づいて実は実用化されております。この量子力学で非常に理論が面白くてですね、ちょっとご紹介したいんですけども、すべての物質がですね、人間も含めて素粒子の塊であると、素粒子の集まりであると。この素粒子が実はくせ者でして、普段運動していてですね、波動となっていてあちこちをさまよっているそうなんですね。で、人間が観察をしますと、その素粒子の運動が止んで粒になって固定化されて物質が出現するらしいんです。つまりこれは何を言っているかと言いますと、誰も見ていない月は存在しないと言っているんですね。僕が言っているんじゃなくて科学者が言っています。誰も見ていない月は存在しない、どっか遊びに行ってるんですよ。ということはですよ、誰も見ていない左翼は存在しえないということになります。
意味わかります？誰も見ていない左翼が存在し得ない。つまり、私たちがともすればですね、どうしても左翼の一挙手一投足に集中してしまいますけども、ウォッチングしてしまいますけども、これは得策ではないという話でございます。それから、私たち人間もですね、99.99% が波動であり、エネルギーであると。で、この話は実は共産主義の唯物論を完全に否定しました。唯物論というのはですね、脳という物質から人間の精神や、意識、思考が生まれるとしてるんですけども、これは逆だったの。全く人間の意識や思考、ここから現実というのが生まれているという話なんですね。これをですね、例えば今お集まりの男性の皆様、今ちょっとお手元に配布資料、綺麗な可愛い女性の絵を載せたんですけども、写真を載せたんですけども、もしあなたの目の前にこのような綺麗な可愛い女性が近づいてきて誘惑したらどうされますかという話なんですね。どうされますか？自分はモテるはずがない、これは完全にハニートラップだと思いながら、理性よりも感情が上回ります。どうしても乗っかってしまいそうになる。やばいよやばいよ、俺ピンチ。そんな時はですね、ぜひ、人間はですね、本体はエネルギーだと。目の前に可愛らしい造作の整ったですね、女性がいるけれども、これは幻想だということでですね、ぜひ特に政治家の皆さん、ハニートラップお気をつけください。で、補佐席の女性の皆さん、今あなたの目の前にいる男性、非常に太っていてみっともない、これも幻想ですので、本体はエネルギーなんです。わかります？はい。ということでですね、話をちょっと時間ないのでそれました。元に戻しますと、人間は 99.99% エネルギー体なんですね。エネルギー体です。で、エネルギーということをですね、ちょっと宗教用語に置き換えますと、これは実は創造主であり神と言ってるんですね。すなわち物質すべて神羅万象に神が宿っている、人間も含めて神が宿っている。これどっかで聞いた話じゃありませんか？これはですね、2000年以上も前に日本人が、私たちの素晴らしい先人がですね、悟った神道と全く一緒のことを言ってるんです。神羅万象に神が宿っている。2000年経ってようやく西洋の科学が追いついてきたんです。日本が2000年も先を言ってたんですよ。これ素晴らしいと思いませんか？はい、はい、2000年を経てですね、ようやく西洋の科学が追いついてきた。で、私たち日本人はですね、明治維新によって遅れた思想をですね、輸入してしまいました。それが一神教と二元論というものです。一神教というのは、どっか自分の外部に神が別人格として存在していて、あなたの神様と私の神様違う、これが争いの原因になってきているんです。そして二元論というのは、私が善であればあなたは悪であると、これが争いの原因、戦争の原因にずっとなってきているんですね。日本人は違ったんです。日本人は多神教の国、多元論の国。矢をよろずの神様はどう考えたかと言いますと、私の国に降りてきた神様とあなたの国に降りてきた神様、確かに違うけれども元は一緒だったんだよと。これね、一神教をも包容する多神教の考え方なんですね。これが世俗的になって実は出てきたのが和の精神であります。ですので、和の精神というのは善悪をも超えて統合して、世界をですね、これ救う精神が、これ日本の和の精神しかないと私は確信をしております。そういうことで、皆さんついてきてますか？大丈夫ですか？はい、そうで、まあ非常に日本人は寛容なんですね。そういう意味では善悪を超えて、いろんな考え方の違いを超えて、全て共存共栄ができる考え方をもともと持っている民族です。そしてこの沖縄の地がですね、その日本の神道が色濃く残る、私自身はこの神道の聖地が沖縄県だと思っています。神道、和の精神のその根源がこの沖縄県にあると思っています。そのような素晴らしい沖縄の聖地をですね、右や左の論争でこれ以上怪我したくないということなんですね。これ以上分断をもたらしたくない。この県民投票はこの分断をですね、さらに色濃くするような、そういう投票ですので、ぜひそういった意味では
この県民投票はやめていただきたいということでございます。はい、今日のお話に関心を持たれた方はですね、ここにすべて書いてますので、ぜひお買い求めて帰ってください。受付に100冊持ってきたんですけども、残り1冊しかない、もうないということですので、ね、ぜひ Amazon でご購入ください。以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。これで主催者側 SSB メールを終了いたします。皆さんこんばんは。ただいまご紹介に預かりました、こちら慶春でございます。実は私は今日ゲストで呼ばれるというのは昨日で、聞きましたけども、実はこの沖縄問題は私は通立の立場で今どういう形で沖縄問題を解決すべきかということで、ずっと政治家としてその全体を見てまいりました。特に原爆症の問題につきましては、私も市長会の役メンバーとしてその時の様子を経過をお話し申し上げますが、当初はオスプレイの問題だけの要請でございました。原爆症はその中でいつの間にか辺野古の移設反対という文言が入りました。その文言が入った時に私ども市長会では相当議論をいたしました。いわゆる辺野古が固定化される、いや普天間が固定化されるんじゃないかということで、宜野湾市長も中山市長も相当反対をいたしました。そういった中でいつの間にか押し切られてこの原爆症が作られ、要請に行きましたけれども、オール沖縄というその名前がずっとその時にから掲げられ、そして私どもの保守系の首長もそれを潰す組織として今も活動されているということ、これはおかしな話ですよね。皆さんそういったことが行われているということ、そして今私はこの賛成反対のことは言いませんが、手続きとして事前協議が必要であります。これは当然知事がそういったことを県民等でやりたいということであれば、市町村長を集めてこういうことでお願いをしたいということで、市町村の意見を聞いて、事務は市町村がするわけでありますから、地方分権地域主権というその流れの中で今韓国とかそういうことを言われておりますが、むしろ時代に逆行したような感じが沖縄で行われているということ、恐ろしいですよね。そういったことは私どもの今5億5000万というのは県営事業であれば約55億の補助事業が実施できます。土地改良であれば県営事業の面積の全部1年で終わります。10年かかる土地改良が1年で終わる。そして福祉のいわゆる困窮世帯も今相当沖縄問題でありますから、そういう予算に使うべきだと私は今思っております。なぜかと申し上げますと、4年前いわゆる工事を着手する前の行為であればそれは理解できますが、もう約2000億近くの国民の税金が投じられた中で、本当に今それが可能かどうかという結果を見ると、政治家としてはこれは今県民の大切な税金をやるべきかということで時期を逸したのではなかろうかというのが私の見解でございます。そういった私どもはいわゆる公平公正な報道を聞きながら、そして現実的な問題として県民に本当にそれがいいのか悪いのかというものをですね、判断する、そういうことで私は辺野古の3区の皆さんとも意見交換会をさせていただきました。その中でも私どもは賛成反対という見たくであれば反対の意思を示します。しかし沖縄のこの問題を解決するためにはやむを得ない条件付き賛成ということで、我々は区でも決定をしましたということを聞きました。もう一つはその中で知事も
皆さんのと膝を交えてお話したことございますかという話を聞きましたけれども、一度もないと言ってましたね。一度もないそうです。これは公平公正に、そして沖縄の将来の問題を解決するためにどうすべきかというのは、やっぱり賛成も反対も同じスタンスで意見を聞いて決断をする、そういうのが私は政治家だと思いますが、皆さんいかがでしょうか。ぜひこの沖縄県民も今の現状、そして普天間基地の解決の方向性が見えない中でどう解決を図るかということは、しっかり両方の意見を聞きながら私どもが判断をする、そういうことが私は民主主義の世の中だと思っております。今辺野古賛成とか反対とか言われる前にいろんな形で揶揄されますけれども、私はこのことも自分のしっかりした意見を得るような環境が民主主義の世の中だと思っております。皆さんそういった沖縄にしましょうね。意見を言いやすい、そして我々が子々孫々までその方向性を間違えないような形で問題を解決していく、そういう社会にしていきたいと思っております。ありがとうございます。じゃあ元気の先生ありがとうございました。皆さん、こんばんは。ただいま紹介いただきました、ローマ人日記というブログを書いております江崎隆と申します。よろしくお願いいたします。同じテーマでこれだけたくさんの方がしゃべりますんで、どうしてもテーマと言いますかね、内容が重なってしまいます。で、私はね、別の観点から先ほどビデオメッセージで、中村悟さんが触れました、反基地活動家による住民訴訟、皆さんどう思われますか。私に言わせればね、とんでもない話と思います。そもそも欠陥だらけ、なおかつ法的瑕疵のあるデタラメな県民投票を押し付けておいてですね、でそれを拒否した市長を訴える、こんなデタラメな話はありません。逆に私はこの場所で宣言します。私が逆にこのデタラメな県民投票を押し付けた、玉城デニー知事を、住民訴訟で訴えます。そして口だけではありません。私は現在、高尾長知事を相手に、3件の住民訴訟を検証中です。尾長知事は亡くなりましたけど、尾長知事の職責は残っています。それで、尾長知事が亡くなっても裁判は継続中です。それでですね、私は宜野湾市民です。しかもこの普天間基地のすぐ隣にあります野田家に住んでおります。先ほど、松川宜野湾市長が県民投票の実施を拒否しました。で、その中でですね、3つほどこの疑問点を、県側に提出しました。その1位が、県民投票条例にあるですね、実行する場合には、必ず事前協議をする。それから2番目に、責任者である、知事と、県の職人は
広報活動においては中立であるべきという点、それから3番目に、これは皆さんよくおっしゃってますけどね、普天間でなかった、辺野古移設の原点である普天間変化については一言も触れないような、二択による賛否を問うのはおかしいじゃないかという、この3点を疑問として、提出しましたけど、納得できる回答は得られておりません。それで、松川知事は県民投票の実施を拒否したわけです。で、先ほど3点の1、2は明らかな条例違反ですから、まあ、私が住民訴訟に訴える場合も簡単なんですけど、3番目のこの辺野古施設の原点である、普天間基地の返還に関してはですね、実は3年前のですね、小長知事と、中山知事のこの訴訟、中山知事がですね、防衛省の埋め立て省に埋め立て申請を承認しました。それは違法であるということで、法的瑕疵があるということで小長知事が訴えました。まあ、その結論をね、2016年に12月に出まして、その最高裁の判決はね、まあ、皆さんご存じの通り価値がなかったんで、中山知事側の判断が正しかったんですけれど、その最高裁の判決の中にですね、非常に興味深い文章があるんです。それを紹介します。最高裁の判決なもんでですね、これはある意味判例になります。判例になりますし、まあある意味法令と言っても間違いありません。その中にですね、こういうのがあります。読みます。本県埋め立て事業によって設置される予定の本県新施設等は普天間飛行場の施設の半分以下の面積であって、その設置予定地はキャンプシュアブの米軍使用水域内であることを考慮すれば、沖縄県の基地負担の軽減に資するものであり、普天間飛行場でその他の基地負担の軽減を求める民意に反するとは言えないし、両者が、ここは重要ですね、両者が二者択一の関係にあるとは、あることを前提として民意がいかなるものであるかは証拠上明らかではない。これね、裁判所の判決もですが非常に生硬いんでね、分かりにくいんですけど、今まさにね、我々が問題にしているこの原点である、この辺野古施設の原点である普天間返還と辺野古の移設をですね、分けて民意を問うことはね、おかしいってことをね、この最高裁の判決の中で書かれています。じゃあなぜこれを読み上げたかと言いますと、松川知事が指摘しました1番2番のね、条例違反、県民投票条例違反はこれ明らかですけど、3番目のですね、原点である辺野古施設の原点である普天間施設をですね、意図的に置き去りにしたことはですね、実は最高裁の判例違反なんですよ。これを盾にですね、私は来週早々、監査請求を行って、県に監査請求を行って、小長じゃなかった、失礼しました、デニー知事をとんでもないことをしてたということでですね、住民訴訟を起こします。以上です。どうも。はい、大臣たち様、ありがとうございました。続きまして、沖縄教育オンブズマン協会代表、ボギー・デドコンこと、デドコン安典様、よろしくお願いします。
皆さんこんばんは。そして本日、会場に来ていただきましたメディアの皆さん、ありがとうございます。それと、県民投票の主催者の方まで今日は来ているということで、私非常に、ワクワクしております。私は沖縄教育オンブズマン、協会の、会長、元日本の頃参議院比例、第4支部の支部長の、テドコンと言います。今日はもうせっかくね、このような多くの方々が来ていますので、この県民投票や、そして今基地反対派が一生懸命集めているホワイトハウスの署名について我々に何ができるかっていうのをちょっとねお話をさせていただきます。まあ、その前にちょっと面白い話を。さて皆さん、この普天間基地辺野古の問題は震源地誰だと思いますか。はい、この震源地っていうのはなんとトラストミーで有名な鳩山さんなんですよね。で、鳩山さんが最低でも県外と言ってせっかく決まってる話をひっくり返しちゃった。その後学べば学ぶほど抑止力の意味が分かったと言ってやっぱり辺野古にお願いしますと頭を下げに来てですね、沖縄県庁前の県民広場はどうと書いたプラカードを持った基地反対派がわんさか押し寄せました。ところがそれから数年経ってですね、私が非常に驚いたのはその鳩山元首相とですね、沖縄の基地反対派が仲良く辺野古の違法テントの前でこうして踊ってたりですね、あと仲良く写真に収まってたりするんですよ。この人たちっていうのは本当にこの鳩山さんが何をやったのか分かってるのかなっていうね、私とっても不思議に思ってます。それと玉城デニー知事、まあ、つい最近この違法テントの前に行って基地反対の前でこの辺野古に滑走路は作らせないと鼓舞したの皆さん見たと思います。今までのね、こう尾長知事はなかなか辺野古の違法テントの前に行かなかった。やはり彼は本当の政治家ではあったと私は思います。しかし玉城デニー知事、私又吉県議の質疑なんかをねビデオで見ましたけど、又吉県議の質問に全く答えずに、答えるのはいつも知事公室長とか副知事しか答えないんですよね。この人は本当に知識ってのあるのかなと思って今でもちょっと疑ってるところがあるんですけど、なんとこの県民投票の条例の中に知事は公平な立場でと書いてあります。ところがこうして違法テントの前に来て堂々と滑走路は作らせないとスピーチをした。それに対して基地反対派なんて言ったと思います。玉城知事は公務ではなくて私人として来たと言ってるんですよ。私人。さて靖国神社、日本の首相が来たらなんて言いますか。私人だろうが何だろうが反対だって言うじゃないですか。どこが自分たちのようになったら知事は公務ではなくて私人だから OK だなんて言うんですよ。いやー、こんなダブルスタンダード平気でやるなんてね、私は理解ができません。さてこの県民投票、やる市町村とやらない市町村2つありますよね。ではやる市町村やらない市町村で私たちが何をやるべきかというのを私の考えを述べさせていただきます。まずやらない、やらないと決まった市町村で例えば知人とか友人になんで投票権こんなしてボツにするのかなって言われた時なんで説明をするのか、私はいつもこうして説明しています。今回の県民投票、これコストいくらかかると思いますかと。まず投票の、市町村への義務委託の費用だけで5億4000万広報費で、ね、1億円余りかかりますよと。7億近くお金出るんです。この7億で何ができると思いますかと一番分かりやすいのを言います。実は、最近運行費がなくて
運航中止した、メッシュのヘリ、はい、救急救命ヘリがあります。このヘリは、約、年間が7000万ぐらい運営費がかかります。それの約8年から9年分、ただ1回の住民投票でお金が消えてしまうんですよね。ですから分かりやすく言えば、メッシュヘリの8年9年分をできるんだよ、もったいなくねというのも分かりやすい。じゃあやる市町村、これね、いろんな考えがあると思いますけど、やると決まったところはもう絶対にこれ行ってください。行かないと彼らの思うつぼになる。なぜか彼らは 30% の市町村が参加しないとか白票が多かったとかそういうの関係ないんですよ。有効投票のうちどれだけがね、基地に反対してるのかってこれしか言わない。だからもうやると決まったところはね、これ法律で決まってるんですから、必ず行って、まあ、自分の考えをちゃんとやっぱり書くことが必要だというふうにね、私は思ってます。それとホワイトハウスの署名、笑わせてくれますよね。普段は基地の前でですよ、ヤンキーゴーホームゲライっつって棒を振ってる連中がホワイトハウスさんお願いしますって言ってるんですよ。こんなバカな話通るはずないじゃないですか。私やりましたよ。トランプ大統領のね、ツイッターに沖縄の基地反対派がアメリカ人を襲って、ダイダイダイ死ねペイヘイトやってる動画のリンク貼りましたよ。こんなのがアメリカ人に広まったらね、ワシントンの前で、ホワイトハウスの前で署名やって辺野古を中止しましょうっていう連中、アメリカ人から空き缶投げられますよ。ね、旭日になんか書いて旗も落としめてましたけど、皆さん本当にね、ただ手をこまねいてるんじゃなくて、まず決まったところでは必ず投票に行く、投票がないところではその代わりこういったことが本当はできるんだよっていうのをちゃんと説明をする。そして今やってるワシントンの署名は、はい、こんな人たちがやってるんだよっていうことをね、ぜひ皆さんもトランプ大統領のツイッターに英語で書き込んでいただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、ご清聴ありがとうございました。沖縄婦人平和公募会代表金城照様お願いいたします。皆様こんばんは。ご紹介いただきました金城照でございますが、社会的知名度はありません。家庭の一主婦の現状テルでございます。よろしくお願いいたします。さて、私今日は難しいお話は私にはできませんので、今日まで私がこの沖縄でやってきた一つの活動、それを皆様にご披露させていただきます。わがままですけれども、さて、昭和37年、子供を守る父母の会での設立いたしました。なぜ日教組と戦うために、先生方がストライキ、子供たちに一次元目から自習をさせる、許されんこれは。私は抗議をして、学校の先生方と喧嘩をしてきました。それで、次。そうしてる間に、このストライキは何でやったか。教皇日報の法律阻止のためにこのやってたんですね。そして皆さん有名な 2.24、 皆さんご承知のように、私は最初から最後までこの目で見てますから、警察官が全部ごぼう抜きにされました。ごぼう抜きならだけならよろしいですが、あの上着までみんな剥ぎ取られて裸にされました。その時は沖縄は警察官になる人がいない、あるいはその警察官が辞める人が多い、結局沖縄の社会は犯罪だらけになって大変な騒ぎとなりました。皆さんも分かる人は少ないと思います。
そういうことを私一部始終を見てまいりました。そして次、最も忘れがたいのが、ちょうど同年ですね、同じ、強固日報のあった頃なんですけれども、嘉手納町の、嘉手納町じゃなくてあの時は村だったと思います、嘉手納村の村長選挙がありました。その時は誰に言われてもない夢を見て、その夢が何か、あの嘉手納の数字バーですね、あそこ数字バーなってますよね、この数字バー数字バーから赤いカニが出たり入ったり出たり入ったりやってる、真っ赤なカニがやってる、これおかしいと思ったから、起きてすぐ主人にちょっと嘉手納行ってくるねと言って、朝早く嘉手納へ出発しました。事務所へ行きますと誰もいません、真っ暗です。私はすぐ思わずですね、ダビドヤリーと言って、ダビドヤリーってこれご存知ですよね、そういうことを言ってしまいました。そしたらば中からあのぼやぼや入ってきて出てきて、え、近所さんデイジナと、手も足も出まいせんと言うんです。なぜ教職員が数字は数字がみんな来るまでシャットアウトして誰も出られませんなんです。それじゃ大変じゃないですか、とにかく5名でいいから集めてくださいと言って、私は嘉手納の村の3日間泊まり込んで、家もあるのに家庭もあるのにそういうことをやってしまったんです。そして古謝徳善先生、徳善さんを当選させました。その時何で戦ったか、経済問題、あるいは嘉手納爆音がひどいですね、そういうことをいくら話をしても教職員を説得することはできません。なぜ教職員は何をやってきたか、家長三郎の教科書問題できたんです。ところがその頃の幹部の人たちは家長三郎の教科書問題何にも分かってない。私はそばで聞いていて、何の知名度もない、あるいはマイクを握ったこともない私は、あの宣伝カーへ登っていってマイクを奪って、この教職員に対して反論をいたしました。そしたらばこの今まで騒いでいた教職員が黙ってしまいました。ということでこの嘉手納のこちら村長が誕生したんです。その時私は向こうの事務所に入り込みました。そしたらばこの私はメガホンを持たせて婦人部に政治教員追放ってやらせたんです。そうしましたらばこの夏休みですから5時になったら帰ってくるんです、事務所に帰ってきて、だってデイジナとあの民主党の婦人部が政治教員追放とやってると、で俺に一回どう反論するかということで、てんやわやの大騒ぎなんです。ああ、これ成功したっていうんで、私はすぐ自分の事務所へ戻って行って、これをずっと最後まで続けさせました。それが松陰でした。私は考えてみますと、私がやってきたその運動は、すべてが立教祖との戦いでした。そして、この子供を守る父母の会は、大変大きなことをやりました。それは日本復帰運動。日本復帰を東京まで行って訴えてきました。そして非常に難しいと言われていて、難しいと言われて、この復帰が、この国会ができなかったらば、批准国会ができなかったらば、もう沖縄復帰できませんよということでした。これは大変だというので、私たちは署名を持ってこの父母の会が議会へ乗り込んでお願いをして、結局これが元になって批准国会を開くことができたんです。そして沖縄の復帰が実現したんです。皆さん、これは自慢じゃないけれども、子どもを守る父母の会というのは非常に大きな仕事をやってきました。その後何があったか、復帰、
自衛隊配備反対、これは私ですね、賛成の配備賛成の立て看板を糸満から伊江島までずっと立てて いきました。これはベニヤ板は国場幸太郎さんがくださいました。そして上原芳雄先生とその主人が伊江島までこれを立てに行ったんです。そういう運動をやってきて今日があります。そして今もうちょっと申し訳はないけれど時間がありませんが、はい、終わりますが、今竜の柱と孔子廟、この問題で今戦っております。孔子廟、皆さん市のあの公園から除去させるということを市民の皆さん一緒になって運動してください。これはせっかくの綺麗なですね、公園、こんなところに愛物が立ってる、これはもう絶対に許せません。そういうことをこれからも続けてまいりたいと思っております。孔子廟のあれは裁判中です。必ず勝利したいと思っております。皆様の ご支援をお願いいたしまして終わらせていただきます。本当にご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。本日最後の演説となります。琉球新報沖縄タイムズを正す県民国民の会代表田那覇雅子様、よろしくお願いいたします。皆様、こんばんは。本日は、若輩者の、私もご指名を頂戴しましたので、こちらでお話をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。これまで、たくさんの先生方が、県民投票のおかしさ、そういったお話をされましたので、私からは、そのような新しい情報も持っておりませんし申し上げるものはございませんが、しかしではその情報をもとに我々は何をなすべきか、対抗策を皆様に申し上げたいと思っております。それはズバリ菅官房長官の来沖要請であります。皆様、菅官房長官の肩書きをご存知でしょうか。ズバリ沖縄負担軽減担当大臣であります。この県民投票というのは県民投票ではありません。マスコミやあるいは過激な活動家によってあたかも我々の意思を表示する良い機会であるかのように見せかけられているだけで、本当はこの県民投票を我々はどう呼ぶべきか、これは左翼による県民扇動運動そのものであります。ですから我々はこれに対抗するには言論で戦う、これだけではいけません。具体的な行動をしなければいけない。それはマスコミの一方的な情報に対抗するということです。情報は然るべき人が言ってこそ情報としての意味が増します。この任にふさわしいのは菅官房長官です。皆様いかがでしょうか。今沖縄県内は健全な議論をすることができません。なぜならどんなに素晴らしい議論を県議の先生方がしてくださってもマスコミはそこでにやりと笑うだけ、翌日の新聞には一行の報道も載りません。沖縄では彼らの検閲に引っかかったものは
言論として存在できない、これぐらいおかしい言論空間にあるのです。ですから県民は本当のことを知らないまま、新基地が新基地であると思っている県民すらたくさんいるのです。ですから菅官房長官にこの正しい情報に権威づけをしてもらい、そしてこの言論戦に勝つ、それが我々の対抗策であると私は思います。具体的にはどういうことをするかと申し上げますと、沖縄負担軽減担当大臣として説明責任を全うするという名目で来沖していただく、そして県内の各支部総動員して八重山日報の号外、チラシ、ビラを大量配布します。そして通常の内閣官房記者会見でこの情報を正してもらい、県内でも記者会見を行っていただく、そして県内の主要市において談話の発表会をやっていただくということです。主要市というのは例えば那覇や宜野湾や沖縄市や名護市、そういったところで連チャンでやっていただく、そういう対抗策です。では明確にこの沖縄において発言していただくことはどういうことか。まずはじめにあれは新基地建設ではないということです。そしてこの原点が普天間の危険性の除去、これにあるということを強調していただく。そしてこれは新しく負担を強いるものではなく基地の整理縮小の一環であるということ。そして那覇軍港浦添説の矛盾の指摘をしていただく。そして何といっても大事なのはこの我が沖縄日本国が置かれている安全保障のこの脅威、これを訴えていただく。この情報戦を乗り越えれば目先の県民投票だけではなく、その次の衆院選挙、補選、そして参院選挙でも我々保守は一発逆転ホームランを打つことになるでしょう。皆様いかがでしょうか。そしてそのような全県キャラバンはぜひ県連が主導を持ってお願いいたします。そろそろお時間がやってまいりましたが、本日は県民投票を推進しておられる代表の方がいらっしゃっているので、この機会をぜひ私は元山代表にお伝えしたいことがあります。君は非常に勇気があると思う。なぜなら君はこの場に来ている、そして話を聞いてくれている。皆さん、我々保守一人で左翼のたくさんいる集会に行くことができるでしょうか。これは主張遺憾にかかわらず、彼の勇気を我々は褒めたたえなければいけない。皆様いかがでしょうか。そして君はまだ大学生でしょう。ですから数年だけ先輩の私が申し上げたいことがあります。それは君は利用されているということです。笑ってはいけません。皆さん笑ってはいけません。今この沖縄日本で必要なのは、このような左翼に騙されてしまった若者たちに愛情でもって教え諭さなければいけないということです。彼は非常に正義感を持って代表に立っているかもしれません。しかし先輩方の行動を見てください。警察にしょっぴかれ、逮捕され、防衛局職員に暴行を振るう代表がいる。そしてあろうことか過激派まで一緒になってやっている。そのような人たちが君をよいしょするということはどういうことなのか、それを考えてほしい。そしてこの左翼の人たちの集まりと保守の集まりで何が違うか。これは我々には伝統、歴史、文化、そして家族の愛という力がある。これが違いです。
私は小さい頃からそういった価値観で育ちました。そして君たちにいかに何が欠けているのか分かります。伝統や価値観、社会の教えをかなぐり捨てたら、左翼思想に邁進することになるのです。警察に何かされたら逆にそれを名誉だと思ってしまう。これは社会的には恥です。本当であれば、公にとも思うんであれば、その裏側まで知って、そして深く考えて公の前で話さなければいけない。石垣市議会においても弁護士を連れて市議を脅しに行く。これは健全な若者がすることではありません。そろそろお時間ですので、私のお話は終わらせてさせていただきますが、この県民投票の問題は政治的な問題だけでは解決しません。日本国の正しい価値観、長老、おじいちゃん、おばあちゃんが若い我々に指導をしてくださる。マスコミに何を言われても、これが日本の価値観で正しいものなんだと、それを我々にぶつけてくださる。そういった社会を取り戻すのが、この日本、沖縄の問題の解決の根本です。元山君、君は勇気があるから保守においで。我々は待ってます。ありがとうございました。それでは保守論客演説についてこれで終わります。保守の論客の方々はステージからご登壇ください。それでは皆様、今一度大きな拍手で受けてください。